材料はどれにしよう。これでいいかな。どの釜を使おうかな。よし、始めるよ。へえ、そうなるんだ。これはここ。うん、いいじゃない。あ、これいい感じ。あ、これいい感じ。あ、これいい感じ。これでいいかな。それじゃ一気に仕上げ。きた。どの特性を引き継ごう。これでよし。どの材料を使おう。こんな感じでどの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。何かいいこと起こりそう。いいねいいね。うんうん、校長校長。何かいいこと起こりそう。うんうん、校長校長。こんな感じで大丈夫？これはここっと。これをここに入れようかな。どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。この材料はここかな。この材料はここかな。うん、いい感じ。うんうん、校長校長。うん、いい感じ。こんな感じで大丈夫？こんな感じ。うん、これでバッチリ出来上がり。材料はどれを選ぼうかな。
れで釜はどれにしよう。よし、やってみよう。お、何かすごそう。いいこと起こりそうな予感。あ、面白い反応だね。よし、いい調子。これで平気かな。釜はどれにしよう。よし、釜はどれにしよう。これで平気かな。これで釜はどれにしよう。よし、やってみよう。おお、何かすごそう。おお、何かすごそう。いいこと起こりそうな予感。いいこと起こりそうな予感。おお、何かすごそう。よし、いい調子。これで平気かな。釜はどれにしよう。あれ、パメラ。あら、ソフィーちゃん。こんばんは。こんな夜中。教会のお掃除と子供たちのお世話が早く終わったから、ここは夜風が気持ちよくていいわよね。うん、どちらかといえば昼間の方が好きかな。夜は暗いし、ちょっと怖い。あらあら、残念だわ。道を通り過ぎる風声、虫たちの話し声、川のせせらぎ、草木のなびく音、昼間は聞こえない小さな声を夜は私たちに教えてくれるんだから。なんか夜のパメラかっこいい。今度一緒に夜のお散歩でもしてみない？もちろん街の中だけど。あ、楽しそう。絶対行こう。そうね、じゃあまた今度ね。これでよし。あ、マルグリットさん。ああ、ソフィー、ごめんね、今日は。いいえ、いいんです。明日また来ます。悪いね。それにしても毎日後片付けしてるんですね。そりゃ野菜がダメになるからね。ちゃんとしたものじゃないとお客様に出せないからね。と言っても全部が全部明日も出せるものってわけじゃないんだけど、どうしても傷んじゃうものもあるし。そうなんですね。もったいないからそういうのは絶対にうちで食べるんだけどね。それって量は大丈夫なんですか？
大した量にはならないさ。たまに多く残る日が続くこともあるけど、オスカーが全部食べるよ。さすがオスカー。母ちゃん、飯まだ？はいはい、すぐ行くよ。それじゃソフィー、またね。いら、どの。あれ。あれ。これでどの釜を…よし、悪くないか。ここ、この…うん、いいじゃない。これで…うん、パパッとして、どの特性を引き…これでだ…よし、完成だね。材料はどれにしよう。よし、まい、ま、あの、テッソ、お、それに、ほ、はあ、あまたの男たちが、喉から手が出るほど、その名もズバリ、デート券。デート券？うん、ぶっちゃけて言うと、それがあると、あたしとデートが、ものすごくざっくり、ほら、私ってモテるじゃない。テスさん、ありがとう。ああ、嘘嘘、ごめん、待って。いや、どういうこと。うーん、ソフィーの目が冷たいよ。最近私目当てでお店に来るお客が多くてね。そういうお店としてはたまったもんじゃない。だからデート券っていう餌を作ってせ。へえ、なるほど。ソフィーさん、でもそんなのにつら。おいお前、ふん、敵に手の内を明かすバカがいるか。そうだな、俺とお前はっているんだな。魔性のテッサを舐めちゃいけないよ。ま、デート券があれば誰とでもデートしてあげ。え、うん、もちろん、そういうルールだ。はっきり言うね。ちょっと、ま、まあ、うんうん。いや、勘弁してくれよ。つべこべ言わず行ってきな。だから、どうしたの。あ、ソフィー。え、母ちゃんが。え、でもそれはオス。そうなんだけど、あー、誰か助けてくれないかな。ちら、なあ、お願いだよ。ありがとう、お礼はアドレに届けに。あ、こら、勝手に話をまとめるな。ごめんね、ソフィー。あたしから。わかりました。足り
ですからどうしてもアメリアさんに服をという。何度も言ってるけど私はアメリアじゃなくてレオン。いえ、依頼人の方があなたの顔をご存知でして。そう、それでもお断りするわ。しかし帰ってちょうだい。レオン、あらソフィー、レオンさんって。あら、見られてたの。そうよ、私の名前はレオンは偽名よ。正体を知られたくなかったから。レオンさん、ごめんなさい。聞かな。おはよう。どの防具を作るのかしら。材料にはどれを使うの？また来てちょ。あれ、フリッツさん。おお、ソフィー、こんな場所で会うとは奇遇だな。はい、フリッツさんはお祈りに。意外か。はい、少し。普段は神に祈ることもないんだが、今日はなんとなくそういう気分になってな。それにこの場所は落ち着くからな。そうなんですね。めったに来ないが、
たまになら来るのはいいかもしれんな。そんなこと言わずに毎日来てくれてもいいのよ。あ、パメラ。あら、何かしら。フリッツさん、どうしたんですか。この衣装、実に興味深い。このフリルの感じはどうだ。これは創作意欲がかきたてられる。こうしてもレン、すぐに人形に反映させねば。また来てね。多分すぐ来ると思うよ。お祈りじゃないと思うけど。本屋で会うなんて珍しいわね。うん、モニカは何の本を見に来たの？特に何か欲しいってわけじゃないんだけど、何か面白そうなのがあったら買おうかなって。モニカはいろんな種類の本を読むわよね。エリーゼほどじゃないけどね。ねえ、モニカはどうしてそんなに本を読む？そうね、いろいろなことを知りたいから。それにどんなことでも知っておいて損はないしね。へえ、モニカって熱心だね。そう？うん、でもあんまり読みすぎは良くないよ。モニカもエリーゼお姉ちゃんも二人ともメガネだし。あら、私はエリーゼほど目は悪くないわよ。メガネがなくても日常生活に支障ないし。私はいいのよ、本さえ読めれば。でもモニカは剣を使うじゃない。目が悪くて大丈夫なの？メガネがあれば問題ないわ。それにこのメガネ結構軽いのよ。ふん、それは便利そうね。メガネっていろいろ種類があるんだね。ええ、毎日かけるものだし、服以上に悩むわ。もう体の一部みたいなものだわ。そうなんだ。それじゃ、私はそろそろ行くわ。二人ともまたね。うん、また来てね。エリーゼお姉ちゃん。あら、ソフィー、いらっしゃい。お野菜の注文を取りに来ました。野菜？いつもだとオスカーが注文。それがオスカーに押し付けられ。あらら、あれじゃマルグリットさんが怒るのも当たり。昔からオスカーはマイペースだもんね。マイペースすぎてこっちのペースは乱されっぱなし。オスカーはどこかに出かけちゃったし。お疲れ様。それで注文だったわね。お願いして。うん、任せて。お願いしたいの。それじゃあよろしくね。はーい。
いらっしゃい、ソフィー。八百屋さんのお手伝いね。あなたが八百屋の…まさか…え？アトリエの収入がよほど厳しいのです。違います。おや、ち…はい、オスカーに頼まれて。そうでしたか。でも、オスカーったらひどいんですよ。口ではそう言う…では、野菜の…よろしくお願いします。機械の…どうした、ソフィー。あ、ね、これはハロルさんなら…うん、本当？ああ、だが、あっちこ…ねえ、ハロルさん…ちょっと待て、修理自体はなんとかなりそうだ。じゃあさ、どういうこと？私が錬金術…本当に何でもできるんだな。こんなところだな。ありがとう、ハロルさん。ああ、期待しないで待って。いらっしゃ。それじゃ。あっ。よっ。八百屋さん。マルグリットさん、注文取ってきました。ありがとね、助かった。あれ、オスカーは？それがまだ帰ってこないんだ。たまにフラッと出かけたまま帰ってこない時があるんだよ。オスカーらしいですね。でもそれがわからないんだ。街中で遊んでるわけでもないみたいだし。そういえばさ、本当かい？とにかくありがとう。あ、オスカーが戻ってきたらお礼に行か。あら、タルだよ。おや、ソフィー。ソフィー。ううん、人間じゃなくてみんなのおかげで新たな…そういうことね。当たり前じゃない。他に感想が出てこないわ。恐縮です。ねえ、プラフタ。構いません。あなたは本の…そういうわけではありません。私も本を読んでみたかったのです。今度お店に…ええ、もちろん。本ず…ええ、これ…
に行くのですか？